皆さんは柳川次郎という人物をご存知でしょうか。彼は三代目山口組で生粋の武闘派として名を馳せた最強の在日ヤクザです。また柳川が創設した柳川組は殺しの軍団との異名を持ち、その凶暴性からヤクザ界ではもちろん山口組内部からも恐れられる存在でした。今回は柳川次郎の生い立ちと彼の周りで起きた事件について、当時のエピソードを交えながらご紹介していきます。柳川次郎は1923年5月に韓国の釜山で生まれました。また彼の本名はヤン・ウォンソクといい、1930年に家族と共に来日して大阪府で暮らします。なお柳川一家は終戦後に韓国へ帰国する予定でしたが、韓国行きの船に乗るために山口県下関市へ移動した際、柳川は現地のグレン隊と喧嘩になってしまい、警察に逮捕されてしまいました。その結果家族は柳川を残して帰国し、今後彼は一人きりで生活していくことを余儀なくされます。こうして家族と生き別れ、大阪に戻った柳川は次第にぐれていき、成人後にはグレン隊の一員になりました。やがて彼はグレン隊のリーダーとなり、自身の組織として柳川一派を結成します。その後武闘派で成り上がっていった柳川一派ですが、彼らの収入源は商売ではなく、他のヤクザ組織を襲撃して金を奪うことでした。そして彼らが狙ったのが組員200人を誇る西成最大の売春暴力団鬼頭組です。なお鬼頭組も柳川一派と同様に武闘派の集団で、警察に対しても攻撃的な姿勢をとっていたことで知られていたようです。しかし柳川一派はその鬼頭組さえも恐れず、売春宿や麻薬密売所を襲撃し、そこに保管されていた金を強奪していきました。また柳川一派は少数精鋭だったこともあり、数で勝る鬼頭組に対して奇襲を仕掛けることで強奪を成功させていたようです。しかし本職である鬼頭組がグレン隊の柳川一派にやられっぱなしで終わるはずがありません。そして柳川一派の壊滅を狙った鬼頭組組長の鬼頭清は、柳川一派の動向を探るよう組員に指示しました。これにより西成では柳川一派の出没情報が集められてきます。そのような中、1958年2月に一つの情報が鬼頭組のもとに入ってきました。それは柳川一派の一員である明大豪が西成の屋台で飲んでいるというものです。その後この情報を受けた鬼頭は5人の組員を屋台に送り込み、明は彼らと正面衝突することになりました。しかし明は5人で現れた鬼頭組に対して、一人の自分に複数人でかかってくるのは卑怯ではないかと言い放ちます。そしてこの言葉を耳にした鬼頭組組員の一人である白木という男が、明に1対1でやり合うことを提案しました。こうして2人の争いが始まり、当初は互角かと思われた両者でしたが、柳川一派の明が徐々に白木を押していき、ついには一方的な展開になりました。しかしそれを見ていた他の鬼頭組組員4人はしびれを切らして明に襲いかかり、最終的には5人対1人の構図になってしまいます。こうして数の上で圧倒的に不利となった明は、当然鬼頭組の組員らにかなうはずもなく、彼らに連れ去られてしまいました。そしてこの話は間もなくして柳川一派の耳にも入り、いち早く明を救出しようと報復の準備を始めます。しかしトップである柳川は冷静だったようで、すぐに報復に出るのではなく、まずは状況を把握することにしました。そこで柳川は鬼頭組の事務所に偵察を送り、周辺の様子を探らせます。そして偵察員が目にしたのは、招集されたと思われる大勢の鬼頭組組員とひどく傷ついた明の姿でした。その後偵察員は組事務所の状況を柳川に報告し、これを聞いた柳川一派の福田留吉は襲撃を提案します。しかし柳川はこれを認めません。柳川は未だなお冷静さを保ち続けていたようで、配下の7人に対して、わしらの襲撃が原因で状況が悪化するかもしれん、わしらの目的はアキラを生きたまま帰ってこさせることやと話します。そして柳川はその目的を達成するために鬼頭組と同系列の組織である梅野組の梅野国男に仲裁を求めました。なおもともと柳川は梅野組の客分であったため、梅野組には柳川らの武器である日本刀が保管されていたようです。そしてこれを聞いた梅野は交渉のため鬼頭組の事務所へ向かう前に、妻に対して柳川一派には日本刀を絶対に渡さないようにと伝えていました。また彼は交渉の材料として今後は鬼頭組の縄張りには手を出さないと柳川に約束させます。
こうして準備を整えた梅野は鬼頭組の事務所を訪れ、柳川一派は彼からの報告をじっと待ち続けました。しかし1時間以上が経過しても何の動きも見られません。実際には梅野が事務所内で鬼頭組組長の鬼頭と交渉を進めていたのですが、これを知らない柳川一派の中では徐々に不安が広がっていきます。そして彼らは実は梅野が鬼頭組側に寝返ったのではないかと疑心暗鬼に陥ってしまいました。そんな中、柳川はある重要な事態に気づきます。それは自分たちの武器が手元に一つもないということでした。このことが彼らの不安を一層煽り、ついに我慢の限界を迎えた柳川一派は2月10日の深夜に鬼頭組を襲撃する決意をしたのです。そして柳川は配下の7人に、どうせ失うもんは命だけや、みんなで一緒に死のうやと語りかけ、彼らは武器を求めて梅野家へと急ぎました。こうして彼らが到着すると、梅野の妻は柳川一派に武器を渡さないようにと聞かされていたため、彼らを追い返そうとします。しかし一人の女性が8人の男たちの要求を抑え込めるはずもなく、柳川一派によって日本刀は持ち出されてしまいました。そして柳川一派は回収した日本刀を上着の中に忍ばせて鬼頭組の事務所に向かいます。ほどなくして事務所周辺に到着した柳川は配下の7人たちをその場に残し、一人で事務所に乗り込もうとしました。彼の目的は連れ去られた明と交渉に向かった梅野の安否を確認することだったようです。しかしその結果次第では行動を変えるつもりだった柳川は日本刀を持ち出します。こうして事務所に入ろうとしたタイミングで交渉を終えた梅野が中から出てきました。そして梅野は柳川が武装していることに気づき、慌てて彼を止めようとします。そこで柳川は梅野の無事を確認し、事務所に入るのを思いとどまりましたが、そこにもう一人の男が事務所内から出てきました。その人物とは鬼頭組のナンバー2で若頭だった宮本です。彼は梅野の見送りをするために外に出てきており、最悪なことに宮本も襲撃に備えて日本刀を手にしていました。そして外で梅野と話している柳川が武装していることに気づいた宮本は、柳川一派が襲撃に来たのだと判断して柳川に襲いかかります。柳川はなんとかこれをかわしたのですが、それを見た柳川一派の7人はトップの柳川が攻撃されたことに怒り狂い、宮本に向かって走り出しました。こうして柳川一派と鬼頭組の全面戦争である西成抗争が勃発したのです。その後柳川らの襲撃に気づいた鬼頭組組員は武器を持って次々と外に出てきました。この時現場に集まっていた鬼頭組組員は約100名でしたが、柳川一派はたった8名です。こうして数では完全に劣る柳川一派でしたが、鬼頭組の事務所の前が狭い通りであったため、鬼頭組側は大勢で柳川一派を取り囲むことはできなかったようです。そのため実際には柳川一派の8人が100人を相手にするというよりも、8人対少数人が何度も繰り返し戦うという状態になっていました。こうして鬼頭組組長の鬼頭は組員たちを次々と抗争の渦中に送り込み、柳川一派はたった8人で必死の攻防を続けます。その後鬼頭組側は拳銃を持ち出してきましたが、敵味方が入り混じる中では拳銃を使うのは難しかったようです。こうしたことから混戦の中では日本刀の方が圧倒的に有利で、柳川一派は歯が欠けようとも日本刀を振り回し続けました。また柳川は襲いかかってきた鬼頭組幹部の玉岡武雄を返り討ちにします。こうして派手に行われた西成抗争ですが、警察がこれを察知してすぐに動き出したため、柳川一派と鬼頭組はバラバラに逃走していき、最終的に西成抗争は終結しました。なおこの抗争で鬼頭組は1名の死者と15名の重傷者を出していたようです。当然柳川一派も無事では済んでおらず、死者こそ出なかったものの、福田留吉と福成信明が重傷を負ってしまいました。その一方で最前線で戦っていた柳川は全くの無傷だったそうです。こうして被害の状況などから柳川一派が今回の抗争の勝者であることは明らかでした。また抗争に負けた鬼頭組は組員が次々と減っていったことから弱体化していき、最終的に解散したようです。一方柳川一派は警察からの追跡をかわしながら九州に逃亡したものの、結局は逮捕されてしまいます。こうして柳川は大阪拘置所に収監されましたが、後に2代目柳川組組長となる谷川幸太郎を中心とする周辺者が保釈金を集め、
西成構想から9ヶ月後の1958年11月に柳川は拘置所から出てきました。するとそこには80人もの不良少年たちが出迎えに来ていたようです。なおそのほとんどは柳川と面識すらない男たちでしたが、西成構想での柳川の名声を聞きつけて彼から杯をもらおうとする若者が集まってきていました。そして柳川は彼らを迎え入れ、大阪府北区堂山町に柳川組を結成したのです。こうしてヤクザの世界に足を踏み入れた柳川は、その腕力を武器に周辺のヤクザ組織の縄張りを次々と奪っていったことで、柳川組の勢力を拡大させていきました。しかし1959年5月に柳川組はその荒っぽさから大阪北の露店の利権をめぐる争いに巻き込まれてしまいます。そしてこの時の仲裁となり場を収めてくれたのが三代目山口組の二次団体である中川組でした。これをきっかけに柳川組は山口組と交流を持つようになり、柳川は三代目山口組で若頭を務める地道幸男の舎弟になります。こうして柳川は36歳で山口組系組員となり、柳川組は三代目山口組の三次団体となったのです。なお三代目山口組が柳川組を引き込んだ理由は大阪進出を成功させるためだったようで、後に大阪地区責任者の地位を山口組系南道会に奪われるなど、決して柳川組は優遇を受けたとは言えませんでした。また山口組はあまりにも大阪で勢力を持ちすぎた柳川組の勢いを削るために傘下に置いたという見方の方が強かったようです。そのような中、翌年の1960年には三代目山口組と大阪で愚連隊として君臨していた名友会との抗争である名友会事件が勃発します。これは三代目山口組組長の田岡和夫が歌手の田畑芳雄さんをねぎらうため大阪南にある社交クラブ青い城を訪れた際に名友会幹部と鉢合わせしたことが原因で起きた抗争だったようです。その後名友会事件には山口組参加組織が次々と投入されましたが、特に最前線で戦うよう命じられたのが傘下に入ったばかりの柳川組でした。しかし柳川にはある葛藤があったようです。実は名友会は柳川組と同じく在日韓国人を中心とする組織であったため、柳川組からすれば避けたい役回りだったそうなのです。しかし柳川組を最前線で戦わせた裏には山口組組長の田岡の妻である文子夫人が絡んでいたとされており、名友会事件が起こった当時に彼女は同じ在日同士で戦わせたらいいと助言したと言われているのです。こうしたことから山口組は柳川組を筆頭に名友会に激しい攻撃を与えていきました。その後これに耐えかねた名友会トップのカンチャンフンは柳川に本件の仲介を依頼します。そして柳川はこれを受け構想の総指揮官についていた地道にこの話を伝えました。すると彼は全面謝罪をしたいなら神戸まで頭を下げに来いと返答します。この話を聞いたカンは翌日神戸へ謝罪に向かうことを約束しました。しかしこの件を知った名友会の幹部は強く反対します。実際名友会はヤクザ組織ではなくあくまでも愚連隊の連合であったため、組織としての統率が取れていませんでした。その結果内部での意見が一致することはなく、菅は謝罪の約束を破ってしまったのです。これにより地道は怒り狂います。こうして山口組の攻撃は激化していき、3週間も経たないうちに名友会トップの菅と幹部15人が指を詰めて全面降伏しました。しかしこの名友会事件で山口組側も無事では済まなかったようで、大阪府警に56人もの山口組系組員が逮捕され、そのうち約半分の24人は柳川組組員だったそうです。これらからも分かる通り柳川組は名友会事件で数々の功績を挙げています。その後も柳川組の勢いはとどまることを知らず、山口組若頭の地道の助言もあり、彼らは全国侵攻に向けて数々の抗争に身を投じていきました。その結果多くの戦果を挙げたことにより、いつしか柳川組は殺しの軍団という異名で知られる生粋の武闘派集団へと変貌を遂げます。この頃になると業界内では柳川とは喧嘩をするな、みんなやられてしまうからという言葉がささやかれるようになっていたそうです。この言葉からもわかるように、当時の柳川組は同業者であるヤクザからも恐れられる存在になっていました。しかしその一方で柳川組に憧れるヤクザも多く存在しており、実際に柳川組の影響力は凄まじかったと言われています。三代目山口組があそこまで巨大化し、
国内最大の暴力団となったのは柳川組のおかげと言っても過言ではありませんでした。こうした柳川組の働きぶりは山口組組長の田岡からも認められ、山口組加入からわずか1年後の1960年に柳川は内部昇格で山口組の直参となります。これにより柳川組は3代目山口組の二次団体となったのです。その勢いのまま柳川組は北海道や北陸にまで勢力を拡大していき、柳川組の構成員数は2800人にまで膨れ上がっていきました。このようにして一大組織へと成長した柳川組ですが、1964年に悲劇が起こってしまいます。なんと組長である柳川が複数の恐喝事件と鬼頭組との抗争である西成抗争の罪に問われ、裁判で懲役7年の実刑判決を受けたのです。こうして長期の服役が決まったことをきっかけに、柳川はヤクザからの引退を表明し、柳川組の2代目組長を谷川幸太郎に譲りました。しかしこのタイミングで警察は全国の暴力団の壊滅を目指す第一次頂上作戦を実施し、柳川組はその凶暴性から山口組の二次団体でありながら全国広域5大暴力団に指定されたのです。このような処置は異例中の異例です。これに続き1967年には2代目柳川組組長の谷川も逮捕され、懲役2年8ヶ月の実刑判決が下されてしまいました。一方、名古屋刑務所に収監されていた柳川は谷川のいる大阪刑務所にわざわざ移送され、彼らは面会させられます。そして柳川と谷川は顔を見合わせ、涙を流しながら解散声明文を署名し、柳川組の解散を決意したのです。このように警察が柳川組解散に必死だった理由は、せめて柳川組だけでも解散させることで警察のメンツを保ち、頂上作戦が成功したとアピールしたかったからでしょう。その後、柳川は組織の解散を申し出る手紙を山口組組長の田岡に送ろうとしたものの、手紙を託した相手が自己判断で捨ててしまいます。その結果、山口組本家に無断で組織を解散したとされ、柳川と谷川は絶縁処分となりました。こうしてヤクザを引退し、出所した柳川はなお柳川隆と改め、右翼団体であるアジア民族同盟を創設し、右翼活動に尽力します。また彼は北朝鮮系の工作員が日本で暗躍することを防ぐために、大韓民国中央情報部や韓国軍保安司令部の協力者として現地協力者の役割を担っていました。さらに日韓友好のための親善大使的な役割も果たし、新日本プロレスの韓国興行を実現させたり、韓国プロ野球の立ち上げに協力するために在日韓国人のプロ野球選手を韓国に送り込むなどしていたようです。しかし彼はこの間にも病気が原因で療養生活を余儀なくされていたようで、1991年12月に68歳の若さでこの世を去りました。三代目山口組で生粋の武闘派として君臨した最強の在日ヤクザ柳川次郎。彼が創設した柳川組は殺しの軍団との異名を持ち、その凶暴性からヤクザ界ではもちろん山口組内部でも恐れられる存在だったものの、最終的には警察に逮捕されたことによりヤクザを引退せざるを得ない状況に追い込まれてしまいました。引退後は日韓の外交問題、スポーツ興行、政治活動など幅広く活動していたようです。今回は柳川次郎の生い立ちと彼の周りで起きた事件についてご紹介しました。皆さんの意見や動画の感想があればコメント欄でお待ちしております。またこの動画が良いと思ったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。